これ、待って。これ、見た、これ。ポーネさん、モンスターファームで検索したら一番初めにこれ出てきた。これ。星座ってやつ。星座もらっていい？もらえる？これ、ただで。ちょっとキモいけど。キモいけどもらおう。ん？わあ！気持ち悪っ。え、名前？え、ちょっとどうしよう。え、名前か。親指。くんって言うんだね。じゃあこの名前登録しておくね。イエーイ。うわ、気持ち悪い。水道どこ行く。ダメよ、こっちおいで。コルトと一緒に頑張れよ。親指くん、ちょっとなんだ。アイマブリーダーの中でも一、おい親指どこ行く。ちょっとさ、見えない。親指！笑ってる。楽しそうだね。ウィーって言って。おい。いや、そう。バカだね。お前が悪いんじゃん。脳みそ。脳みそをはたくぞ。ダメだ、こいつ。え、待って。好き、ビタミンもどきが好きなんだって。じゃ次、ビタミンもどきあげてみよう。肉もどき嫌いなんだって。高いものはもうお口に合わないか、こいつ。ちゃんとトレーニングしなかった？え、これってさ、みんな、これってさ、叱った方がいいの？これ叱っちゃダメ、これ。叱っちゃダメ。あ、優しくや、サボったわけじゃない、そっか、でも。みんなどっちこれ。あ、今は叱らない方がいい。てんてんてん。嬉しそうだね。いや、ちょっと可愛くなってきたかもしれない、親指くんが。みんな、プロだね。モンスターファーム、あ、休んでる！バカ。成功。ちょっとずるしたね、この子ね、今ね。よくない。今、オフィシャルレジェンドギャブリン、イェーイ！レディー？ピー！アイミフメ！ピー！よしよしよし。やあ！ナイフ。ピー！いいぞいいぞ！よしよしよし！
頑張るんだ。あー頑張る、ダメー、やめてー、帰ってきてお願い、そんなとこ一人で大丈夫か、ダメー、あー追いかけられてる、生きて帰って、わあ、おお、成功した成功した、よし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 、あ、クキジャンプだ、やめて、うや、あ、お、今ちょっと休んだ、お、あ、あー、すごい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 よ、おめでとう、次は何回あるのこれ、頑張れ頑張れ、コーネ見てるからね、ママいるよ、ママ近くにいるよ、よし、あああちょっと痛そうだった、賢い賢い、打倒巨ゴリラどういうこと、巨ゴリラ、頑張れ頑張れ、巨ゴリラだ、おおおお、頑張れ頑張れ頑張れ、いけいけ、頑張れ頑張れ、何何してる、もうやべか、頑張れ、それは仕方ない、それは仕方ない、大丈夫大丈夫、おかえり、うまい、この野郎この野郎、はい、この野郎この野郎、誰が誰が養ってあげてると思ってんだ、ミルクで我慢せい、ミルクで我慢せいじゃんねん、この野郎、何がビタミンが好きじゃ、一番高いやつ好きとか言いやがって、こっちから経営が大変なんじゃ、クソボケカスーカスー、こらーこらー、クソカスー、あー、いけたか、これ、おら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 、この野郎この野郎、わかれ、いい子にするんだこの野郎、うらいー、この野郎、よし、分からせたな、これで、あれ固まったけどやーい、待って、真顔やめて、親指くん、真顔やめてそう、もうちょっと喜んでよ、美味しかったね、親指くん、その顔やめて、本当にまただダメだよ、ごめん、あとで、今度いっぱい遊んであげる、ごめんね、ごめん、さっきのミニゲームあんま面白くないんだもんあんまり面白くないんだもん、ごめんね、今日は親指くん、嘘でしょ、おめでとう、みんな誕生日だって、おめでとう、お祝いに歌っちゃおうかなあ、あ、よし、結構イケてんでしょうが、なんでそんな喧嘩腰なんだよ結構イケてんでしょうがおへびくん喜んでないけど
よ、もう全然喜んでないじゃん。あ、プレゼントある？ケーキ、はい、持ってってあげて、ジョイ。ジョイ？あ、ジョイってよ、小鳥さんね。おいしい？あ、おいしい、よかったね。現金だな、親指くん。ま、これからも頑張ってよ。おや、おや、あ、ごめんね。でも大好きだよ。あいやいやい。大好きだよ、親指くん。ありがとう。そう、ちゃんとね、コロネの方が上なんだよってことを分からせてあげないとダメなんだよ。はい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 。うん、餌か、でもミルクにする。お金ないからね、うちカツカツなのよ。よそはよそ、うちはうち。だって他の子はさ、みんなビタミン剤もらってるよ。よそはよそ、うちはうち。疲れてからだと寿命減るよ。え？嘘でしょ。寿命やだー。嘘じゃん。死んじゃうのやだ。まだ死なないよね、でもね。まだ全然死なんでしょ。でいい感じする。ブイ。いいぞいいぞ。ちょっと逃げといて。舐めてみたい、でも舐めてみたい。ちょっと味気になる。味気になります僕。ブイロ。アクション。ブイロ。ダメだ。ツバにするか。久しぶりの。ゆゆゆ優勝。親指くん。すごいよ。親指に見えるよ。おおおお、すごいじゃん。うん、褒めてあげる、褒めてあげる。えへへへ。なに？七色ケラマをくれって言ってるよ。なんだそりゃ。あーはー。あげちゃう。げっちゃう。あ、かわいいね。遊んでくれるの、それで。見せてくれる、ママに。あ、逃げちゃいけない。逃げちゃダメだ、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 逃げちゃダメだ。頑張れ、ズルするな。ねえ、最近ズルしなくなった。いい子すぎる。いい子すぎて怖い。
なんか、大成功！初めて見た！おやめめくんたらすごく頑張ったみたいだよ。イエス。喜んでいる。初めての大成功だ。嬉しい。みんな今日さあれ親指くんちょっと待って、こうね、これ抱いて、抱きたい、これちょっと待って、今日これね、こうね頑張って書いたん、あれ
はい。あ、まゆびくん見て見て、ほら。本当にすごい。やったー、やったー、ありがとう。最後の最後に A ランクになりました。最大の元気にしてあげて。凍らせるのやだな。でも これじゃあさ、凍らせるのってどうしたらいいの、これ。待って、顔見たい。最後に涙が止まらん。どうして見てもいいの？やっぱり眠らせることにしました。おやすみ。ということで、
初めて昨日モンスターファーム2をやってやって気持ち悪い気持ち悪かったけど、でもやっぱりさ、なんか違う、なんかさ、あの普通に見たらさ作業ゲームなんだけど、でもなんかさ、その一つ一つのなんかさ、褒めてあげたりとか叱ってあげたりとかするシステムもあったからかもしれないけど、それのおかげでなんか可愛くなってきて、なんかこんな泣くと思わなかった。自分が一番びっくりしてる、こんなに泣くと思わなかった。でもこのゲームをやれてよかった、やれてよかったし、でもなんか違うモンスター育てる気が起きないよね、今はね。なんか最初はさ、なんかさ、いろんなモンスター育てたいって思ったけどさ、今はもう全然もうなんか親指くんってなってるから、そうちょっと悲しいけど、モネは親指くんと最後まで一緒にいると決めた。久しぶり、あゆびくん。やっぱこうやって見ると可愛いね、あゆびくんはね。もう行こう、ラビくん、ちょっと待ってね、もう行く、うん、良い子に育ってくれた、いい子だった。うん、ショップに行ってなんか甘やかす、最後まで甘やかそう、泣きそう。ゆきだん、抱っこできんかった、コーネが見てないところで。うん、いつか天に帰る。うん、いやー辛い、ちゃんと立派な。あー、こういうのやな。ありがとう。言っちゃったんだね、親指くん、つら。こんなつらいと思わなかった。いや、意外と生き、なんかさ、前回さ、いっぱい泣いたからさ、大丈夫かなって思ったけど、お参りいける？お参りいけるの？あー、やばい。うーん、みんなもありがとう。
もしそう。今日はね、これね、みんなが書いてくれたやつを、これ、親指くんとのイラスト紹介をします。親指くん、最初はコーレのこと嫌いだったけど、コーレがね、もう溺愛してね溺愛したから、コーレのこと好きになってくれて、最初はね、ちょっと嫌な顔してたけどね、そんな思い出のことですね。思い出のイラストです。はい、デブになりましたね、これ親指くん、デブになった時の親指くんですね、これね トレーニングをやらんくなってデブってしまった親指くんとコロネです。太ってても仲良しでしたね。これ今日サムネに使わせてもらったイラストですね。この時はもう親指くんもまんざらじゃない表情してます。コロネのことね、いいブリーダーだと思ってくれたかなね、かわいいです。ありがとうございます。これは試合の前かな。親指くんが頑張るぞという表情で、こうでも後ろから指示を出すという、かわいいイラストです。頑張るぞと勇ましい顔がね、強そうです。ドットはみ出してる歯のところに、口の下のところのドットがはみ出してるのを今日ね、再現してくれました。ありがとうね。これもこれなんかね、アニメだとね、なんかスエゾーってなまってるんだって。それをね、一緒に書いてくれたコーネのなまりと一緒に、なまってるじゃん二人ともなまってる。そう、クニンさんって方が書いてくれました。いいね。そのコーネアニメあるの知らなくてさ、なまってるんだね。おそろ、おそろ、おそろだぞーっていうところでね、家族だねー。これはこれこれなんかこの絵すごいさー。ね、寝てるのかなーって、寝てるのかーね、もう天国に行った後なのか、わかんないけどもね、なんか安らかに幸せそうな顔して眠ってくれてるから、すごい心にきます、これはね、丸まってね、なんか幸せそうに笑ってくれてるから嬉しい。ありがとうございます。小さいし、生まれたて、生まれたてかな生まれたてでも可愛いね。なんか最初はね、ただでもらったモンスターだったけど嬉しい。あ、コロネがこれ首絞めてる、そういうこと言うなよ首絞めてない、ちゃんと優しく持ってます。これはこうね、泣いてるけど親指くんがやばい、泣く、これ泣きそう。親指くんがきっと大丈夫だから、よかった。で次早めにね、 YouTube さんが機嫌悪そうだから早めにね。すごい、行かないでってコーネが言ってる、多分これは。でも親指くんは大丈夫だよと、僕がいなくなってもコーネちゃん大丈夫でしょって待って、自分で考えたストーリーに泣きそうなんだけど
自分で考えただけなのに。泣くほら。あ、これはね、開始の時に使わせてもらった絵で、すごい、これは多分出会いの時なのかと思っ、なんかね、出会いの時かな、ちょ、笑ってるようには見えなくて、親指くんがなんか出会ってちょっと警戒してるような、でも、コーネは君に決めたよってね、で、ファームに持って帰る、連れて帰るんだけど、素敵だね、まだ小さい。思い出いっぱいだね、パークでもらった時かな。あんな立派に超えて、これね、またね、頑張ったねっていう。泣かないって決めたけど、やっぱり、やっぱ寂しい。楽しかった。親指くんとの思い出はね、心にしまいの。あーと、エルビスくんとこ行くの。エルビスくん、あ、戻ってきた戻ってきた。